ベルティコールミニオンのピアノロールに演奏を記録する、リャプノフセルゲイ・ミハイロビチ・リャプノフは、ロシアの作曲家、ピアニスト。兄・アレクサンドルは著名な数学者、科学者。8歳の時に、天文学者の父、ミハイル・リャプノフが、ヤロスラーブリで死去、母親に連れられ2人の兄弟と共に、ニジニノブゴロドに移り住む。同地に新設されたロシア音楽協会支部の公開講座に学び、 ニコライル・ビンシテインの推薦により、1878年にモスクワ音楽院に進学。フランツリストのモンテーカール・クリント・ボルトにピアノを、セルゲータ・ネーエフに作曲を指示。1883年に卒業後、バラキレフと初めて出会い、それから1885年にサンクトペテルブルクに行き、バラキレフ宅に身を寄せ、 バラキレフ晩年の時期において最も重要な一員となる。自らもにじみのブゴロドに生まれ育ったバラキレフは、この控えめな青年ピアニストを保護し、1860年代にロシア5人組のメンバーに対して行ったように、リャプノフ青年の成長を近くで見守った。その後リャプノフは帝国地理協会の民謡収集部に関係し、提出礼拝堂における純音楽監督として、 リムスキー・コルサコフに従った。その後1911年より、サンクトペテルブルク音楽院教授に就任。革命の時代を過ごした後、1923年にパリに去り、同地のロシア亡命者の失足のために音楽学校を組織したが、その翌年に心臓発作により死去。パリのバティニョール墓地に埋葬されている。最後の対策である公共局第2番は、 死後の1958年に初めて出版された。リャプノフは同世代のリアードフと並んで、ロシア国民学派の最後の一人と呼びうる存在である。リャプノフは五人組やチャイコフスキーの世代と、スクラービニやストラビンスキー以降の急進的な世代との間に生まれた。この空白の期間は、グラズノフのように恩恵路線を歩んだ作曲家やラフマニノフのように、 高キロマン派音楽の乱熟した様式を追求した作曲家が生まれている。リャプノフは間違いなく高キロマン派音楽の作曲家ではあったもののバラキレフを死と決めてどちらの陣営にも組みしなかった。バラキレフはかつて多くの門人や友人に課したようにリャプノフにも公共曲の作曲に取り組ませた。リャプノフの公共曲第一番は魅力的ではあるものの火星や 戦慄形成、還元楽法において、ロー、バラキレフにかなり影響され、ボロディンにも感化されている。初期のその他の短い還元楽曲も到底独創的とは言えないが、ロシアの主題による荘厳助曲は民謡やその抑揚を独自のやり方で自作に取り入れる能力を実証して見せている。また、リャプノフは絶筆となったピアノ競争曲。 第2番などのバラキレフの未完作品を保湿した。リャプノフはバラキレフと同様に優れたピアニストであったので、ピアノ曲やピアノのための競争的作品、声楽曲におけるピアノパートは作曲家としての力量が最大限に発揮されている。最も有名な作品はリストの追走作品として作曲された12の超絶技巧練習曲作品11である。 これは、間違いなくリャプノフの最高傑作で、幅広い上層の広がりを突き抜け、限りなくしなやかな演奏技巧を必要とする、非常に高度な練習曲が揃っている。リャプノフは、ベルティコールミニオン製のピアノロールに、作品11の第1.52曲と、作品35の4曲を録音した。ありがとうございます。